平坦じゃねえかよ。え？平坦じゃねえかよ。何平坦って。いや、いいね。オープン。開けるつもりですか、ちょっと。そういうことだった。肉美味しい？大抵の犬でも食っちゃうかもなって思ったし、しつけどんなにされてても、うん、
こで目に見えてていけないみたいにやったら食べないかもしれないけど、ひがみとかに落ちててこっちが視界に入らないとかで食っちゃうとか、そういう拾い食いは意外と気づけないから、気づかないかもしれない。ただネギとかないから大丈夫だと思うよ。まあそれが不幸中のさ、うん、と思いたい。知らない、死んじゃうかもしれないけど、下手したら。秩父行けるから、やっぱ武甲山行きてえな。あんな素晴らしい姿を見ちまった。まあもう一個あるけど、その唐揚げくん、うん、2つ買っといて、違うやつだけど。食べてみるこれ。いや、うん、いらない。うん、あのね、食べた、あの味噌田楽あんじゃん、うん、あれのタレをポテトにつけたかんだね、味的に。うん、サダミネじゃねえや、チリビってこんなの流行ってんだな。なかなかおしゃれな味。おしゃれっていうか郷土料理って感じだよ。この時、しばらく寝てないで。ランザンだ、ランザン。あ、ベーシア。ランザン。ここ。なんか、そうなの、埼玉だもんね。うん。じゃあ、俺下道で行きますか。まあ、どちらでも。でも、悩むよな、ここまで来ると。
東松山。うん。ああ、じゃあそこダイレクトだ。そういう県の相模原湖のルートかなってことかな。多分そうね。この度フルーカー出ないんだよね、その道は。その道がないことだと。ちょっとこうかなり更新したよね。またけいけど、ね、更新全然グラグラした。って言ってた気がした。あれ、あれ、そんなに変わるの？確かっていうのチラッと聞こえてるんですよ。いや、音マーケット、あ、すぐだな。いやいや、下道まあまあでしょ、肉。うん。かもなく、不可もなく。あん。ポテクマくんって言うんだ。うん。あ、スマホここに置いてあるからね。もう充電終わってっから。あ、ごめん、ありがとう。忘れないでね。うん。多分私忘れると思うから。どうしたのポブ、泣きそう？前の車超絶変なショックにしよう。あ、なんか変なショックにしよう。そう、大丈夫？超絶見切り発車したら肉食ったから泣きそうなんじゃない？ホテル。